めちゃくちゃ好きなのでちょっとあ、ねえ、あのねイさんが、あのイさんはたい焼きイベント終わった後なので、あの強制はしないんですけど、もしアイスを投げてくれる場合はもちろんあれでお願いしますもちろんあれでお願いしますでもたい焼きイベントが先月終わったばっかりなので、いらないっていうか、ガチでお願いしますってわけじゃないんですよでも、あの私はチョコミントが大好きなので、以上そうもしなんかどれかどうしても投げたいって時は、あのチョコミントでお願いします。でも本当にガチリはしません今回は以上え、やばいよね、どうしよう、どうしたらいいんだろうね。スクショしない、じゃあスピン、そう、他のアイスは他の集めてるメンバーがいたら、 SK のメンバーがいたらで OK です。チョコミントが好きだけど、本当にガチるのはやめるので、けどね、なんかチョコミント好きだけど、ガチりはしないので、こんばんは。いやー、ちょっとさすがにあのイベントをこんな高頻度で頑張るっていうのは、ちょっと私のちょっと両親が痛みますので、あの本当に大丈夫です。え、ありがとう DM 弾丸アイスありがとう。でも本当に暑い夏にギフト欄が好きなチョコミントでがたくさんあったら、なんか涼しくていいなというぐらいの気持ちなので、本当にガチらないので、皆さんコメントとかで、はい、ルーム盛り上げてくれたらと思います。生誕祭、にゃんにゃんの日だよ。できれば私のファンの皆さんに来てほしい。え、にゃんにゃんの日狙ってないし、んー、なんでこの日なんだろうって思うんですけど、ママとゆうかたんがいないママとゆうかたんがいないよー、ママとゆうかたんがいません。ね、ココちゃんがいないのは分かってたんですけどナッキーさんとゆうかさんがいないそれは寂しいんですけど、まあ、あの12期生の子が出てくれるということで、去年の生誕祭の時もくるみんがアンダーデビューしてくれた日だったんですけど、今回は12期生ちゃんがたくさん出てくれるということで、まあでも初アンダーを見たいっていう12期のファンの方もいらっしゃると思うから、多分サイリウムはバラバラになるのかなっていう感じはするんですけど、まあそれでも、まあ生誕祭を開いていただけること自体がすごく嬉しいことですので、そうですね、もうあの
そうですね、統一サイリウムはもうあんまり変に期待はしてないですかね。変に期待はせずに公演を楽しむということをしたいかなと思いますね。でもできれば赤緑で埋まっててほしいので、まあ池田のファンの人が入ってくれたらいいなとは思いますねだから伊さんのファンの人はぜひぜひ申し込んでほしいなと思います。お願いします。これをかけれればすっぴん感が出ないね。赤緑を売ってくれる方が優先で応募してくれたら嬉しいけど、まあでも、でもなんか、できればサイリウム、なんか普段から自分のサイリウムが多いわけじゃないから、1年に1回ぐらいはそういう景色を見たい。でもまあちょっとさすがにね、なんか自己中かなって思うんですけど、赤緑が見たいです生誕はお願いします。できたらお願いします。チョコミントありがとうございます。今日は短冊を作ろうと思って一日過ぎちゃったけど、短冊を作ろうと思ってます。いや、なんか企画どうこうじゃなくて、普通になんか普通になんか自分のファンの人にも常々言ってるんですよ。他のメンバーの生誕に入る時には必ず、そのどうせ私はファンの人のことをちゃんと見つけるから、絶対に主役のサイリウムを振ってねっていつも言ってるんですよ。すっぴん感が分からなくていいね、このメガネをかけていて。でも普通に SKE のファンの人は優しい人が多いから大丈夫だと思うんだけど、ちゃんとね周りに合わせてくれるファンの人ばっかりだから心配はしてないんですけど、スピンも可愛い。本当？ありがとうございます。短冊をね2個作る。書く内容はねもう決まってるんだけど、待って、色違う方が可愛いな。いっか、同じ色でいっか。
日はちょっと配信できなかった、できなかった、やろうやろうと思ったんですけど、どうしてもちょっとできなくて、一日遅れの七夕、一日遅れの七夕パーティー。短冊ね、書きたいこといっぱいあるけどね、とりあえず今、3つあるかも、でも3つあるかもしれない、3つあるな。長さが全然違う。これ短冊に見えるかな。もっと作ろう。じゃあさ、緑の茎があった方が良かったな。緑の茎があった方が。なぜか緑がないんだよ。緑のさ、画用しかないの。やばい、こんなにもゲットしてしまった、こんなにも短冊をゲットしてしまったよ。こんばんは。短冊大量ゲット、チョコミントありがとうございます。ありがとう、嬉しい。緑ない、緑ない、緑ないんだよ、緑ないんだよ。なんかツアー終わりに食べたさ、あれめっちゃ美味しすぎて、かき氷めっちゃ美味しすぎて忘れられない。あんなに美味しいものはない。だから毎日ツアーをすればいいんだ。毎日ツアーをすれば毎日美味しいかき氷が食べられるんだ。
かはたこ焼き食べたい。茎をゲット、茎をゲットした。七夕の茎、え、551、551のやつがすごい人気度が高いんだけど。私の七夕の短冊書きます。紐、生誕祭や応募してきて、たくさんある、たくさんある。とってもバランスが悪い。できたー。短冊、ここに木があって、これはセンスが問われるな。
まるでまるで今日が七夕みたいなことしてますけど、全然七夕終わってるっていう、誰も気づいてはいけない、誰もそこに気づいてはいけません。7月は全部毎日誕生日だし、毎日七夕ってこと。七夕なのにそうめん食べなかったな。七夕なのに何も食べなかった。七夕らしいもの、やっぱり今日は七夕だよね。え、七夕ってそうめん食べるイメージじゃない？違う？違うのか。あれこれはイさんの見解なだけかもね。じゃあ何でもう24日の話してるの。土曜の丑の日ってそうめん食べるの？なんで急に24の話してるの？どうして？うなぎを食べる日？うなぎを食べる日？なんで24なの？じゃなんでファンの人24日の話をし始めたんだ。ここに七夕の短冊、草をもうちょっと上だな、もうちょっと上だね。もうちょっとこれでオッケーさ。ホワイトボードには別で書かないといけないことがあるから。短冊。斜めすぎ斜めすぎ。イさん、この2つだな今願ってること。
だから別になんか七夕って何日、七夕って7月を超えても祈り続けていいのかな。だってこれ7月に全部叶えられることじゃないかもしれないじゃん。これ斜めすぎ。こうか。だってこれ7月に叶わないでしょ。だって9月の話だもん。9月の話だもんね。しかも見えなくない？一番下のやつ。でもイさん、自分のレギュラー番組よりココちゃんの元気になってほしいから、これ別になくても。これだけでもいいや。これをもっと上に。笹？笹が横に入った方が良かったってことだね。笹の入る向きがさ、こっちで良かったね。笹が横に生えてればいいんじゃない。なんか全然これ七夕飾り感ないね。さっきの方が良かった。絶対さっきの方が良かっただろこれ。絶対これさっきの方が良かっただらな、これ。ということは元に戻すか。いや、ホワイトボードは9月の予定を書きたいから外せないよ。画角を広げてこっちに貼るか。この2人を元の位置に戻して、この辺この辺この辺にいてもらって、もうちょい外に行ってもらうか。この辺に行ってもらって、セロテープに信頼を置きすぎなんよ。セロテープで全てを解決しようとしてる。セロテープ
に何でも頑張らしちゃって。今日のイさんめっちゃブスです。ちなみにめっちゃむくんでます。明日むくんだりしたら最悪とか歌ってる割にめっちゃむくんでるんで本当にごめんなさいね。本当にだから今日はブスって言ってもいいよ。もう2個でいいじゃん。できた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 。うんうん、むくんでる。本当にむくんでる。コンサートの終わった後に、終わった次の日にめっちゃご飯食べちゃった。めっちゃご飯食べちゃった。ささって言うならそうだよ、キレートレモン飲まなきゃキレートレモンを飲めばなんとかなりますから。短冊感ある？短冊感ある？七夕の短冊感あるかな。絶対やっぱこれさ同じ色じゃない方が良かったべ。同じ色じゃない方が良かったべ。だから願い事2個でいいや。願い事2個でいいや。これは叶えようこれは自分で頑張るわ。だってたくさん祈りすぎると一個一個が叶わなくなっちゃいそうじゃない。いやあのね貼るのが大変だからね、これだけでいいや貼るのが大変なんよ。なんでイさんの生誕祭にあのゆうかたんがいないんですかナッキーさんはラジオ、俺のゆうかたん、俺のゆうかたんどこや俺のゆうかたんどこや
ぼ。俺のゆうかたんどこや。俺のゆうかたんいないの。なんで、なんで。荒ぶっていい。え、どこ。え、イさんの生誕祭にはやっぱ必要ですわよ。ちょ、全員必要なんだけど、チーム E 全員必要なんだけど、ちょっと探してきてください。どこに行ったんですか、彼女は。彼女はどこへ。まあ最近ちょっとね、やっぱちょっと足りなかったか、何かが足りなかったか。あ、アイスはねチョコミントがいいです。え、ねえ、ゆうかたんさん、ねえ、ゆうかさんとさ、ナッキーさんのうちわ持ってきてよ。あとココちゃんと、それでちょっとちょっくら全員集合させる。ちょっと全員集合させてよ、ちょっと。全員集合待ったなし。待ったなしだわ。イサンさん、膝にあざができて、見て、このあざがね、どうやってできたかっていうのを。どうやってできたかっていうと、あの恋のお縄で、あのドンさんがよくやってた、その罪は憎んでもで、あの膝をついて、あ、くそーってやるやつを、あの真似してたんよ。そしたらやっぱね、やりな慣れてないもんだから、あざできました。罪憎みすぎてあざできました。その罪は憎んでもで、思いっきり行き過ぎて朝できましたね。普通に痛いです。いや、痛くはない。膝って痛覚ないんか。あんま痛くない。待ってねえ、ギフトありがとう。 TM 弾丸チョコミント20個ありがとう、ありがとう。はあ、お茶うまし。お茶うまし。
チョコミンコ、チョコミンコいいな。チョコミンコはいいけれど、いやーちょっとなー、ちょっとなー、前回やってなかったらね絶対やったんだけどね。まあゆるゆる集めで、ゆる集めチョコミントで無料分のやつで。いや今日めっちゃ顔むくんでるよね。明日むくんだりしたら最悪。まあまあまあ、公演の日にむくんでなければいいということで、公演までにむくみを、むくみを消せばいいんだ。無理か、むくみを消そう。めっちゃ暑いよね最近、本当にやばいよね、恐ろしい。え、絡まらないヘアゴムを耳に引っ掛けておくといいっていうのは私も聞いたことがあって、それやったよ、この前のツアー前に。やったやったむくんでいたかどうかは YouTube で公開されている動画を見てみてくださいっていう、見てみてくださいっていうストーリーもあげたいんだった。ちょっと待って、こんにちは、こんばんは。明日はいつショールームするかというと、
メイクしながらするかもしれない。ストーリー更新芸人になっている。私はこんにちは。はあ、イザンのコボちゃんが、コボちゃん寂しいよ。寂しいんだけど、本当に早く元気になってほしいから、もう寂しいけど待つことしかできないということなのですが、本当に寂しいです。もう本当にずっと一緒にいたし、褒められる時も怒られる時もいつも一緒だったから寂しい。なんか本当にいろんなことを一緒にレッスンとか乗り越えてきたからとても寂しいんですけど、でもココちゃんが元気になったらまた一緒にいろんなことを乗り越えれると思うから、ココちゃんが戦っている分私も強くなって頑張らないとね。でもいつでも会えるのでいつでも会えると思うので、会いに行こう。でも寂しいねなんか一緒に大阪とか仙台とか行くのも楽しみにしてたから、ちょっと寂しい気持ちはあるんですけど、まあでもね、寂しいのはファンの皆さんもだと思うし、ココちゃん自身が一番寂しいし悔しいと思うから、まあ、ちょっとでもね、ちょっとでもね、早く良くなるように、ちょっと七夕にもお祈りをして。チョコミントありがとう。チョコミントアイス冷凍庫に入ってるよ。ちなみに晩は喋ろうよ、喋ってよ。はい、には始めます。始めてください。ドキドキ、生誕祭ドキドキ。もうさ、カイニャンファン全員当選してね、絶対に絶対にカイニャンファン全員当選だよ絶対全員当選すること祈ってるよ。
と握手会とトーク会も明日のお昼までに、かいにゃんのかいにゃんと会う約束をゲットしておいてください。嬉しい、ありがとう、申し込んだよ、だってありがとうね。特に握手は早くなくなることが多いので、握手会楽しみに待っていてください。5列目は見える範囲ですか？え、見えるに決まってるじゃん。私2階席の人の顔まで見えたんだけど2階席のあのファンの人、あ、赤と緑振ってるなと思って、こうやってこうやって目細めたら、あの人だって分かったよ。だから本当に思ってる以上に見えてるから、あのあくびとかしてるのも見えました、ファンの人が。メタ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 見えているので、皆さんいい感じで、かっこいい身だしなみで、かわいい身だしなみで来てください。めっちゃ見えとるけんね。池田のファンの人が全員当選することを祈って、祈っております。髪の毛にドライヤーしたいんだけど。いや、わかるよ。いや、普通になんか手したらいいやん。普通にだって電車の中とかであくびするときもさ、こうやってさ、しん、まあ人によって普通というものは違うもんな。ドライヤーしたい、ドライヤーしてくる。自由人やばい、何のドライヤー使ってるかバレる。これはね、このドライヤーはね、あのね、名古屋に来てからね、ずっと使ってるんだ。5年、6年選手なんだよ、6年選手。
昨年選手のドライヤーうるさいかな、うるさいかな、絶対うるさいよね。髪乾かしてよ髪乾かしてよね。でも本当はさ、ダイソンのさ、あ、本当はさ、なんかさ、あのさ、丸から風がバーって出るやつ欲しいの。彼女がドライヤーかけてる感ありまくり。本当髪乾かしたらそっち行くから待っててね。そう、丸からさ出るやつ髪を乾かしてたら最後は冷風を当てるのがいいらしい。髪をね乾かさずにね、乾かさずに寝るとね、良くないって。美容院の人に言われるんだよね、髪を乾かさずに寝ると髪がパサパサになるらしいので、皆さん頑張ってみましょう。髪を乾かすということを忘れないで寝ましょう。いいですか？乾かして最後に、あ、オイル間違えました。オイルは乾かした後ん、違う、乾かす前でした。なんか耳が赤くなってきた。え、でも私も乾かさないで寝ることの方が多いって言うと美容師さんに怒られるんですけどいや、ちょっと耳がポッポポッポ赤くなってきた。結構、あ、おすすめのオイルあります、あります。アンドハニーのオイル。乾かす前にオイルをつけるのとつけないとでは違いますよ。全然、あ、オイルをつけてからドライヤーしたらめっちゃいいです。今日はちょっとどうかな。なんかね、なんか配信始める前にね乾かしたつもりだったんですけど、なんか内側がちょっと濡れてるなって思って、今急にドライヤーし始めちゃったんですけど大型が出てるよね。乾いたと思ってたのに乾いてなかったっていうね。コミントって書こうかな。
じゃないと。じゃないと。違うアイスをくれる。チョコミントって書くわ。ちょー。イサンがチョコミントだって。チョコミントだって知ってた？みんな。だからイサンチョコミントを歯磨き粉の味するっていう人は本当に。ふんアンドハニーは色は特にこだわってないけど、今は一番薄いやつ、一番薄い黄色を使ってて、でもなんか一個前はあの濃ゆいピンクを使ってて、多分ね色によってなんか効能っていうかなんか重たさ、ペタつきの重たさが変わるんですけど、私は冬になるとでもちょっとベタつきっていうかその潤いがめっちゃ強いのを使いたくなる気はするけど、今はなんか一番薄くてサラサラのやつを使ってます。でも季節限定とかで匂いが出てたらあいいなと思ってそれにするけど、今は一番薄いやつ。僕もチョコミント？え、気が合うね。それは結婚だわ。結婚。お、ヘアオイルをそろ。髪の毛まで同じ匂いに。くん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 。かにゃん始めます。カイニャンと誕生日3日違い、イエーイ。これかわいいですか？ありがとうございます。ファミマのチョコミントアイスが一番好きです。え、どれだろう。はいはい、イサンの最近のおすすめチョコミントありますよ。ですね、ミニストップのチョコミントバーめっちゃ美味しかったです。かわいいファンの人覚えてくれるじゃん。あとシャトレーゼのチョコバッキー、あとセブンイレブンのチョコミント氷です。それがいい。おすすめです。アイス。ミニストップってなかなかないからさ、なんか行ったらさいろいろさアイスとか買いたくなるよね。ミニストップの
美味しかった商品があって、チョコ羊羹。自分の飲んだお茶で溺れるかと思ったいけ、本当にブス。困っちゃう。なんか羊羹、チョコ羊羹美味しかったよ。うまうまでったお誕生日おめでとう、ありがとう。いつまで誕生日気分を味わっていいのかなありがとうございます。ギフトをくださるときにはぜひチョコミントのギフトでお願いします。幕張、握手会、うん、チョコミントアイス、チョコミント可愛い、薄水色と茶色、可愛い。いつまでこの、あっくんいつまでこの周りなんだ、いつまでこの周りの色なんだろう。今のくしゃみや妖精が鼻の中で妖精の舞を踊ってしまったから出てしまったわけで、妖精のいたずらということで、決して親父のくしゃみではありませんカイニャの中に住んでるおじさんのくしゃみではなく、妖精が舞い終わったのですじゃあ可愛いくしゃみ、アクションこんなくしゃみするやついるわけないだろうこんな可愛いくしゃみでアクションなんてするやついないだろ。じゃあさ、妖精がさ、妖精が鼻から妖精が常に見える状態で生えてるのと、可愛い妖精が鼻の穴から生えてるのと、ちっちゃいおじさんがおへそから生えてるの、どっちがいい？どっちがいい？え、どっちも嫌じゃない？どっちも嫌じゃない？いくら可愛いとはいえ、可愛いとはいえ、鼻、あ、どっちかから生えててでしたら中に入ってくれるけど、ずっと息を止めてないと出てきちゃうの。じゃあ鼻からカイニャン、鼻からちっちゃいカイニャンが生えてくるの、どっちかから常に、かおじさんが、ちっちゃなおじさんがおへそから生えてくるの、どっちがいい？やみさん、おへそから生えられるとさ、困ることが一個あって、いや、みんなさ、カイニャン、ちっちゃいカイニャンが鼻から生えてきたら仕事中とか結構支障きたすよ
でも今はさマスクしてていいからマスクしてていいからいいかもしれないけど、ちょっと水飲もうとか、職場でさお昼ご飯食べる時とかさ、ずっと一人でさ壁向いて食べないとバレるよ。ピコって出ちゃうんだよ。いいの？でもさ、そのちっちゃいの可愛いですねってなって、あ、これ SKA の池田かりちゃんって言うんですって言ってさ、カイヤのことをまあ大々的に PR できるっていう点ではいいかもしれない。でも私はちょっとやっぱり常に鼻から自分が生えてるのはちょっと嫌だなって思ってて、なんか私結構あの鼻でこう息止めたりするの得意じゃないから嫌だなって思うんだけど、でもおへそからちっちゃいおじさん生えてるのも結構嫌で、なんせさやっぱおへそ出しの衣装とか多いじゃないですか公園で。その時になんか雨のピアニストとかでちっちゃいおじさんがいたらめちゃくちゃ世界観壊れるじゃないですか。めちゃくちゃさ、なんかこのメンバーふざけてるのって思うでしょ。真剣な顔してさ歌ってるのにさ、おへそからさちっちゃいおじさん生えてるの嫌じゃん。でもどうせ生える、どうせ生えるならやっぱりどっちがいいかな、本当にどっちがいいかな。鉄の出禁になって声出し公演だけならいけるかな。声出し公演の 3,4 曲目の衣装をお腹隠して、だってさ、常にいられるのめっちゃ迷惑だよ。でもさ、やっぱりファンの人的には知らないおじさんがさ、でもさファンの人別におへそさ見せる機会ないでしょう、そんなに。本当に真剣に考えてほしい、どっちがいいか。片方の鼻から常にカエニャン、ちっちゃいカエニャンが出てるか、おへそからちっちゃいおじさんが出てるか。ファンの人はどっちがいいの？選んでよ。選んでよ。いいの、常にだよ。本当に一回冷静に考えて、本当にお願いだから、常にだよ。で鼻の息止めてる時以外ずっと私が出てくるんだよ。でずっと「ヤッホー」って喋りかけてくるんだよ。この辺から邪魔でしょ、邪魔でしょ。で一生同じ話してくるんだよ。鼻から私が出てるのとおへそからおじさん生えてるのどっちがいい？とかずっと意味わかんないことを鼻から話しかけてくるんだよ。仕事中もご飯食べてる時もお風呂入ってる時も何してるのかっていうと、ここで自主練したりしてるちょっと音楽流していい？とか言って急にシンポジの練習し始めたりする。鼻栓しても鼻栓をポンって飛ばすからなんで閉じ込めるのよって私だって外の空気吸いたいよって言って飛ばすから、鼻栓なんかで抑えられると思うなよおへそのおじさんはいつも普通に会社の同僚さんとか同期の方とかみたいに
普通に世間話をしてくるし、もしかしたらそのおじさんも結構いい感じに教育したら SKE ファンになるかもしれなくて、 SKE ファンとして今日の帰りは良かったっすね、良かったっすねとかおへそで喋ってるかもしれない。この話めっちゃ面白いからちょっと誰か語ろう。でもイサンを生やした場合、他のメンバーのうちは作ってる時とか、他のメンバーのトーク券ポチってる時あったらマジで鼻から血出るぐらい暴れるからやっぱおじさんの方が平和でいいと思うよ。だっておへそだったら見せないでしょ別に。温泉行く時ぐらいじゃない。でもさ、おへそでさ、ふぅいい気持ちですねっておじさんがさ、おへそでさ楽しんでるのよくない。はあ恐ろしいんだ。そうやってそうやって自分が DD であることを発表して確かに溺れちゃうね、お腹のおじさん。湯船にも浸かれないかも。ご飯食べてる時は普通に一口起こせって言います。私はね。おじさんは分かんない。おじさんは自分でタバコとか買ってきておへそで吸ってるかもビールとか欲しがるかも。めっちゃ嫌じゃない。どっちがいい、どっちがいいのかな。ちゃんと多分1週間ぐらい鬱陶しいなって思うけどさ、だんだん慣れてきたらさ、いつかさおじさんとカイニャンがさ旅立つことになった時さ、すごく寂しいんだろうね。すごく寂しいんだと思う。じゃあどっちがいいか本当に投票してもいいけど、投票してもいいけど、投票してもいいけど、チョコミントのゲート欲しくなってきたけど、投票したらできないけど、終わったらちょうだいで。じゃあ1が鼻からカエニャンで、2がおへそからおじさんね。1が鼻からちっちゃいカエニャンが生える、2がおへそからちっちゃいおじさんが生える。用意スタート。どっちがいいだろうね。イサンはどっちがいいかな。マジでどっちも嫌なんだけど、鼻からカイニャンにしようかな。それの方がまだ MC のネタにできそう。だって普通にお風呂入ってるとことかちっちゃいおじさんに見られたくないし、自分が生えてきた方がマシかな。1が鼻からカイニャン、ちっちゃいカイニャンが生えてくる。2はおへそからちっちゃいおじさんが生えてくる。でもファンの人的にはさ、ちっちゃいおじさん生えてきた方がさいいんじゃない。うるさいよ多分。自分がね生えてくる分にはいいけどね、遺産的にどうだろうね。いやこれ別に忖度とかいらなくて忖度とかいらなくてですね、忖度なしで選んでね。そうおへそは服の中、服
の中だよ、服の中、服の中で。でもちっちゃいおじさんだからね。ちっちゃいおじさんだからあんま迷惑はかけないかも。ふう、じゃあ投票終わりますか、そろそろ。10 9 8 7 6 5 4 3 2 1、ででん、待って、ちょっと待って、1の鼻からかえにゃんが 77.8%、 2のおへそからおじさんが 22.2% ということでなんでマジで言ってる、絶対おへそからおじさんの方がいいって、迷惑じゃん、顔だよ、常にいるんだよ。え、待って、これじゃあさ、逆にさ、おへそからかえにゃんか、おじさん、ちっちゃいおじさんが鼻からだったとしても同じ、おへそにいられるのが嫌なの。え、それ私が生えてきてほしいだけじゃない？待って、おじさんが生えてくるのが嫌ってことなんだこれなんだこれじゃあ、じゃあ、じゃあ、分かった、鼻からちっちゃいおじさんと鼻からおじさん、そうそう、最初は妖精って言ってたんだけど、カイヤにいろいろ見られたくない秘密がね、そうだよ、みんなの秘密見ちゃうんだからね、通帳とか覗き見しちゃうんだからじーなるほどね。なんだか腑に落ちない結果でした。腑に落ちませんでした。みんながおじさんが生えてくるのが嫌すぎるみんながかえにゃんが生えてきてほしいのか、おじさんが嫌なのか、どっちか分かんなく、えいさん、嫌なファンの人、え、頭の上、頭頂部ならいいけど、おへそには生えてほしくない。おファンの人が生えるならここならいいよ、頭ならいいよ、おへそは嫌だ、おへそは嫌、おへそは嫌、おへそにも生えてほしくないあまりにも鼻からちびかえにゃん派が多くてびっくりしました。やっぱファンの人に愛されてるのだなと違うか愛されてるのかなと思いました。あ、肩とか、肩ならいい、肩に生えたい。でも私が想像してるのはこのぐらい、このぐらいの小ささ、このぐらいの小ささを想像してるから、肩、まあ、シルバニアの赤ちゃんぐらいかな、想像してるのは。このぐらいを想像してた。なんかこの議論に付き合ってくれる大人がこの世にいるんだと思うと楽しくなってきました。このぐらい、このぐらいこのぐらい、え、でかいね、嘘かも、もうちょっとちっちゃいかも嘘かも、もうちょっとちっちゃいかも、このぐらいかも
このぐらいかも。ちょっと間違えた。え、うん、肩に肩に相棒として乗せるならこのぐらいがいいけど、生やすならこのフォークぐらい、このぐらい。まあどっちも嫌だよな、普通の人は。普通の人はどっちも嫌だよな。面白い議論がね繰り広げられたんですけど、じゃあファンの人はもうみんなあれね、もうそんなに私と離れたくないんだ。もうカニアンと離れたくないんだ。それが知れてよかったよ。誕生日おめでとう、ありがとう。海岸でなきゃとっくに寝てるだって。嘘、この話は面白くないってこと？面白いと思っていたんだけど。面白くないってこと？じゃあ寝ないで付き合ってくれてありがとう、本当に。本当に嬉しいな。それでもなぜか人はみんなすがりたくなるよ、超能力を。分かった、公演の MC で話してみる。滑ったらファンの人が責任取れることできる？ファンの人が責任を取ってくれるってこと？何言ってるか分かんないって。チョコミンコ決定戦9位だって。おいおい、アイスくれ。欲しがるな、アイスくれ。あ、はい、いいこと言ってくれました。ショールームの時はこんな感じなのに、握手会の時は甘々なのがやばいな。いいこと言ってくれました。本当にそうですよ。そうですよ、本当にいいこと言ってくれる。
まさにまさにそういうこともできちゃいますよ。あまあまかえにゃん、これどっちが本物かはわかりません、わかりません、どっちが本物のかえにゃんなのか。ご堪能あれ。握手会とトーク会明日までなので、ぜひお申し込みの方よろしくお願いします、お願いします。初訪問ありがとうございます。すごく眠たい気持ち。お誕生日おめでとう、ありがとうございます。まだまだ祝われます、私祝いに祝われハッピーです。私の冷凍庫にホールケーキが半分入っているので、誰か食べたい人は食べに来てもいいですよ。カチカチに凍ってますが、何歳になったのかというと24歳になりました。衣装さんに言われたんです、24歳には見えないね。でも黙ろうと思えば黙れるんです、大人らしく静かにしろと言われれば静かにできるんです。はいはい、できるんですよ。おとなしくなろうと思えばなれるんですよ、別に。そこはご安心ください。静かにすることもできます、大人らしく。でもさ、でもさ、別に静かにすることが大人というわけではありませんからね。はい、いいんですよ、うるさくても、うるさくてもいいんですよ。ん？瞑想。
ボケーっとしてただけでアンニュイとか言われちゃってボケーっとしてたら大人だって言われちゃってやっぱりボケーっとしてた方がいいのでは。ボケーっとしてた方がいいのでは。グラバー園はね、行ったことあるよ。とても綺麗な場所なので皆さん行ってみてください。しかもキティちゃんとコラボレーションということで、イさんの好きな場所と好きなものがコラボレーション、次はイさんがコラボレーションするべきってことだ。長崎のどこかと大谷翔平選手だから、大谷翔平選手にも言ってきてよ、カエニャンと同じなんて衝撃です、びっくりですってもうみんな、もう100みんな言ってくる、大谷翔平選手と一緒ですごいですねって。で、大谷翔平選手と一緒の日に合わせて生まれてきたわけじゃないんだから、イさんが真似された方だしイさんが真似されたんだから、なんでみんな大谷翔平選手のことばっか好きになって、イさんもスターになりたいのに。大福大谷翔平選手って21歳ぐらいじゃないの？イさんが真似した側でした、イさんが真似した側でした。いやでも違うよ、別に大谷翔平選手の誕生日だからって言って私は生まれてきたわけじゃないから、生まれてきたこと自体が奇跡的ですごいことなのに、大谷さんと同じ誕生日ですごいねって言われるのがイさんは別に、あそうなんですねとは思うけど、それなんか別にイさんはこのイさんの誕生日なのに、なんかみんなおまけみたいに言ってくる。イさんが真似したわけじゃないもん、たまたま生まれたんだもんたまたま生まれたんだもん。相当めんどくさい女だと思う。でも本当に100回ぐらい言われる、100人ぐらい思ったでしょ絶対に。嘘、100人は持ってる、100人は言い過ぎだけど、 X のコメントとかでもなんか大谷選手と同じ誕生日すごいねって親に感謝、親に感謝。なんだなんだ、はあ、だからみんな大谷翔平選手に教えてよ、SK の池田楓ちゃんと同じ誕生日ですねって誰やねんそれって言われる。
ほらやっぱりそうならないためにさんはスターにならないといけないんだよ。大谷翔平選手と同じぐらいのスターにね。奇跡の日だって、大谷翔平選手と池田楓が生まれた日だなんて奇跡の日だねって言われるようにな。あんだよあんだよ池田楓の誕生日にみんな大谷翔平の誕生日だ、大谷翔平選手の誕生日と同じ日にカイアンは生まれてすごいねって。私は別にその日を狙って生まれてきたわけじゃないのに。もちろん光栄なことですよ。でもやっぱりファンの人には池田楓の誕生日を祝ってほしいのに、ファンの人までついでみたいに、ついでみたいに言って。だから私はスターになって、だから私はスターになるんだ。キラーン。てか二人だけじゃないから、7月5日に生まれた人は。もう地球の皆さん、地球の7月5日生まれの皆さんに祝福をしないといけないの。分かった。うるさいよね。静かにしよう、静かにしよう。ハトシとコラボしてほしい。ね、長崎の食べ物とねコラボしたい。ダメだ、イさん本当に放っておくと暴走しちゃうから。やっぱりこの私を抑圧するためにおじさんを生やさなきゃいけないのよね。ちょっと喋りすぎだぞ、ちょっと調子乗りすぎだぞって言ってくれるおじさんを生やさないとダメなんだよ。普通の話しようか普通の話するか。握手会とトーク会来てください、待ってます、待ってます。あとチョコミントのアイスも待ってます、お願いします。サインのチェキと数千回も楽しみ。そうなんだよ、お花の日、お花の日だよ。オンラインの特典会楽しみだね楽しみだね。何時までショールームしようかな。そろそろ終わろうかなまだ？まだ終われないって？まだ寝られないって？さんをマシンガントークさせてもさせても気が済まないと。髪が伸びたよ、髪が伸びたよ。
やー仕方ないわね。延長戦、延長戦。金マクロロラ、いや眠くない？急に眠くない？遺産だけ？眠くなるとおとなしくなるんですよ私は。眠くなるとね急にねおとなしくなってくるの。ニューシングルでも握手会行くね。だって嬉しい。いっぱい握手しようね、ヤスタカちゃん。チョコミントアイスありがとうございます。待ってます、チョコミントアイス。ノン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 、バニラアイスは大丈夫。ノンノンノン、チョコミントアイスください。さんが好きなのはチョコミントです。のん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 。もう私がどれだけチョコミントが好きかっていうとね、公式プロフィールでもねチョコミントアイスをね好きな食べ物にね入れるくらい好きなんですよ。なので無料ギフトのねチョコミントとう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 集めてます。チョコミント、あと YouTube で青春の水しぶきの動画見てください。で何分何秒に映ってる池田楓ちゃんが可愛いでーすってふふ書いといてください。ファンの人がよく写ってる。あーチョコミント歯磨き粉だって。追放追放追放します、追放。ふえ笛笛鳴らして。ふぃー、チョコミント歯磨き粉と言ったら追放します。おいちいのに、おいちいのに。チョコミント歯磨き粉もうねいいんです。好きな人だけが好きでいれば
でもチョコミントは飲み込めるけど歯磨き粉は飲み込めないよ。じゃあチョコミント歯磨き粉みたいって言う人はチョコミントアイスで歯磨いてミントの歯磨き粉じゃないからミントの清涼感があるスイーツだからね。チョコミント、え、わかる。チョコミントはアイスが一番わかる。チョコミント味のさ、お菓子とかチョコミント味のパンとかたまにあるけどさ、やっぱチョコミントアイスしか勝たんだよ。チョコミントのケーキとかも好きだし美味しいけど、やっぱアイスになった時がね、いい。でも別にチョコミントが苦手な人もね、いていいと思うのよ。その人が食べなければいいだけだからチョコミントを撲滅しようとしてきたらもうそりゃもうバトルよ。それバトルよでも撲滅させないで。苦手な人が食べなければいいだけで、チョコミントはこの世にあなくてはならないものなので、チョコミントがなくなったらもう切れますわ。怒っちゃいますわ。チョコミントを守る、チョコミントを結成、チョコミントに入ってくれる人はいますか。わあ、やっぱ膝振り向いてるわ。体の張りすぎには注意。体の張りすぎには注意。さっきチョコミントが歯磨き粉の味するって言った人も入れます全員入れますわ。やっぱ仲間は多い方がいい。チョコミントに入ってください。ちょっとツイート作らせて。ツイート作らせてください。ツイートしたら終わる。終わらない終わらない。6、8、ツイート作成中。
ツイート作り、ナードナード、ナードナードのさ、ナードの後のさ、シュンっていうのどうやってつけるんだ。繰り返し、ナードナードのさ、ナードの後のこういうやつどうやってつけるの。とう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 、とうとうか、ノマ、ノマで出てくるの。9月7と9月8でしょ。またまた、またまた、みんなに、みんなに頑張ってもらうことが増えてしまったね。握手会67、うん、握手会68になってる。握手会68、握手会68になってるね。これは引っ掛け問題、あれ引っ掛け問題だよね、引っ掛け問題だよね。9月7日、引っ掛け問題みんな間違えないで。9月8日日幕張メッセ、こんばんは、こんばんは。そうだよ、みんな間違えないでね。
ってるよね。6、7。合ってるよね合ってるよね。もう私が作ってた下書きをちょっと見失いました。握手会6部8部。握手会顔テカテカやね。また夜の女だね、姉さんは。夜の女です。セーターTシャツを着れるじゃないか。花冠、あ、花冠壊したらごめんなさい。今年こそは壊しません。花冠もらえる前提で花冠って書いといていい？今回も早着替えはできないので、部が増えなかったので全部同じになっちゃいます。今回がね、満員御礼したら部数が増えてお着替えができるかもしれないので、それを期待して壊れたのはわざとじゃなかったんだよね。本当に。うん、壊さないようにするね、今年は。花冠なかったらどうしよう。でも鳥、いや、おばさんよ。花冠もらえなかったら、その時はその時だ。自分で作る。剣大丈夫。
大丈夫、なんかつけるから、頭になんかつければいい。そう、まだ愛のホログラム、そう、間違えないようにしなきゃ、前のホログラムだから。できた、投稿したよみんな、あれして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 、これ間違えてないよね、68間違えてないよね。間違えてないよね。ハッピーバースデーのカチューシャ、何それ。ハッピーバースデーのカチューシャって何。この写真漏れてる？大丈夫？漏れてるよね。握手って書いちゃった。握手会って書きたかったのに。満員御礼しか目指してませんので、皆さんにいっぱい愛を圧をかけます。もう圧をかける。でももう知らない。圧をかけちゃう。圧をかけてみんなと喧嘩する。会いたい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 。え、大丈夫これ、5時なし5時なし5時なしか。リンク貼り間違えてたらどうしよう。合ってるよね、今日合ってる合ってる、時間も合ってる、6部と8部と9部合ってる合ってる、6、8、満員御礼しか勝たん。みんな来たー、待ってるー。最近話題の最近面白いと話題の私、最近公演を頑張ってると話題の私誰の中で、私の中で、誰の中で、あー生写真、あれはもらえてない、あれはみんなで使うやつっぽいよ、でも私にはこれがあるから大丈夫、私にはこれがあるのさ、これがあるから大丈夫なのさ。皆さん大拡散スペシャルお願いします。大拡散&大いいね、大いいねお願いします。
コミントのアイスを募集中。9月まで直接会えるイベントがないのってとっても寂しいことなのでは、もしかして。明日の正午まで。やでー、やでね。まあそれまでに。でも握手ができるのはないってことだよね、9月まで。でも9月に追加されてよかったね。それがなければさ、全然なかったってことでしょ。ああ、助かった、助かったってことよ。今めっちゃ集中してた。ウィキペディアの7月5日の項目に遺産誕生日を追加してみたよ、だって。え今まで入ってなかったってこと。え、ありがとうございます。これで大谷翔平選手と並ぶスターに。これでスターに。これでスターになってしまえるのか、これは。さんが。鼻が詰まっているな。みんなの生誕祭当選祈願。当選祈願をして生きていきましょう。皆さん、こんばんは。
こんばんは、皆さんこんばんは。来てほしいから応募してください。赤緑を振る気持ちがある方に来てもらえるのが一番嬉しい。かわいい、いや、ありがとうございます。ちょっとポーズに迷いましたが、7月22日生誕祭、お誕生日お祝いしに来てください。赤と緑だよ、サイリウム。待ってます。おとといは切腹公演お疲れ様でした。ありがとうございます。すごく休んでおりました。すごく休んでおりましたよ。筋肉痛がね、まだ来てないのよ。怖い、筋肉痛が、筋肉痛がまだ来てないの。年を取ると筋肉痛が来るのが遅くなるっていうね。ってことは、ってことは今遅くなってる。恐ろしい、ね、筋肉痛が来ないのはなぜだ。筋肉痛そろそろ来て、え、だって筋肉痛が来ないわけないのよ、あんなに踊って。おかしい、おかしいな。いや、でも私ツアーの直前にめちゃくちゃ足痛くなっちゃって、先回りしてくれたのかな、筋肉痛が。その説ある。先回り筋肉痛。あ、なるほど、ずっと痛い。え、でも怯えてるじゃん、だって怯えてるのよ、来るのじゃないかと、来るのじゃないかとね、怯えてるんじゃよ。大丈夫か、じゃあ私は大丈夫になったんだ、筋肉痛が来なくなったんだ。先に来てくれたおかげで筋肉痛に打ち勝ったということですね。私は最強の足を手に入れたということで、9月幕張、そうなんですよ、9月7日と8日の土日に、9月の7日と8日会いに来てください。待ってます。そろそろ眠たいので終わります。いいですか、いいですか、ラスボスは討伐済み。討伐済みでございます。
なぜならさっき髪を乾かしていたからです。パチパチパチ。ということで配信ありがとうございました。9月のお申し込み忘れずにお願いいたします。ランキング読みます。3位リック、2位ひろくん、1位ティエンバンガン、22位のニャンニャン賞長良川のあゆ、75位のバースデー賞はうさぎ。うさぎありがとうございました。絶対申し込んでね、握手会と生誕祭待ってます。